おはようございます。速稼塾の久保です。今日は話題を3つ。1つ目はですね、急に学校がお休みになったというね、緊急要請に対してもう全国の給食業者さんが食材をもう発注済みなんで、この処理をどうしようかっていうことなんですよね。例えば前回はですね、納豆が余ってどうしようもないってことがお話しされてましたけども、この納豆ってのは給食用に納品するものだったんで、一般の小売店に納品するのに向かないんですよね。まあこれはですね、すごく助かったというね、オチがあったというのでよかったなと思いましたけども、そういうふうな感じで、急にね、いろんなことが決まると対応できない、そういうふうなね、食品ロスとか、人員的なロスとかって非常に大きいんですよね。まあですからね、政府は先手先手と言いますけども、これ完全に後手後手なんで、私たち国民は怒りの声を上げるべきなんではないかなと思います。そして二つ目なんですけども、メルカリやアマゾン中心にトイレットペーパー、ティッシュペーパーの高額転売がもうね、今ね、どんどん起きています。まあ重ねていますけども、ティッシュペーパーやトイレットペーパーっていうのは在庫が十分あります。二日に一日ぐらい納品されますんで、例えばね、皆さん、昨日とか一昨日とか、ドラッグストアとかスーパーに行って、あ、本当にティッシュがないと思ったらしいんですけども、でも、心配しないでくださいね。ティッシュがないって意識したのは、つい2、3日のことなんですよ。だからね、どうしてもないっていうのは、10日とか20日間ずーっとない状態のことですよ。まあですからね、1週間ぐらいはほっといて気にせずにスーパーにね、駆け込むことがないようにしてみてください。また平常通りの運行になっていきますんで、これはですね、大王製紙さんはじめですね、もう元売りがきちんと公式声明出してます。そしてですね、法律にもここは準拠されているんですよ。というのが、ティッシュペーパーやトイレットペーパーを高額で転売すると法律違反になるんですよ。まあですんで、低価格で売るしかないんですよね。まあ、せいぜい1000円ぐらいじゃないですかね。まあ、だから、あまり焦らないでください。結局なんで品枯れが起きるかっていうと、皆さんが焦って、買いに殺到するからなんですよ。もうまんまとですね、転売ヤーの思うツボということでございます。で、三つ目はですね、ネクストの話題になっています。まあ、ネクストに関しましてはね、まだ事業説明会がありませんので、まあ、勝手にですね、事業説明会ではないんですけども、いろいろこう相談会といいますか、私も皆さんに相談したいことがありますんで、まあ、ネクストってのは、私も含めて、みんなでこれから始めるものですからね。まあ、ですので、私に聞かれても全然ネクストを、ネクストやったことはないわけですから。ね。ですから、私も、わかりません。手探りです。わからないんで、私の場合は、まず、最高プランで何でもかんでもやってみて、その模様を肌で掴みながらね、私がもうね、人見ごくになります。人柱になりますんで、いろいろ試していって、それをこれから放送して、皆さんがね、判断材料になっていただければと思っております。まあ、その、キックアップライブですか、ズームの方で予定してますので、ご希望される方は、ズームの方のね、URL をお待ちください。また、速稼塾の更新情報でお届けします。それでは本日は以上です。